今回はドリムちゃんならどうするかをログ動画にしたわよ。私がどうやってプレイするか想像していてちょうだい。奈落に落ちた時のプレイの違いと MJ の場合、今回のログ動画は私しかいないからね。でも私の存在を知らない初見さんがいたらただの変人なものね。まあショート動画で何回も見てる私ですら変だと思うから安心しな。マリサ、それ私も変って言いたいの？うん、お前はもっと変だよ。ド M は世界を救うんだぞ。ド M 最高、ド M 最高ってなって奈落に落ちた時でしょ。そんなのある一つの方法しか思いつかないわ。そんなのみんなもわかるわよね。私はインチャンとされた金銀を大量に所持しておいて、それを奈落に落ちてから永遠と食い、この行動は奈落のダメージを耐えることが可能なのだ。この方法で世界記録取ったプレイヤーいるんだよな。何その方めっちゃ好きになりそうだわ。あ、でも好きになるのはド S 倍はね。え、お前の好み聞いてないんだけど。ド M ちゃんわかるわよ。霊夢お前は読んでないぞ。この方法は奈落へのダメージですが耐えることが可能。これがなんとも気持ちいいのよ。なんでかっていうとね、奈落っていうのはこれ以上ドンにもならないことを指し、つまりドンにもならない状況下で言ってるんだよ。その抵抗感が最高なのよ。インチャンとされた金銀を無限に食うことでダメージも耐えることができる。しかし永遠かは軸はマイナスになっていく。そうか、奈落は景色がないからわからなかったけど、永遠と下に下がり続けてるのか。そういうことになるね。奈落って調べると地獄って出てくる波に不吉な場所なんだろうね。奈落ってマイクラでこのように表現されてるけど、現実世界の奈落はマイクラのようにこんな感じなんかな。あ、現実でも真っ暗な抜け出せない穴があるかもしれないってこと。そう考えるとマイクラの奈落って何を表現してるんだろう。奈落って意味をそのまま表現したとか。でも宇宙で迷ったら終わりだよね。あ、確かにマイクラの奈落って宇宙に似てるわ。あんたたち何の話してるの。まあ私は宇宙に行ってもただいま行動するだけよ。確か宇宙行ったら体が一瞬で縮むんだっけ。最高、今すぐやりたい。おめえ怖えよ。まあとりあえず奈落に落ちた時の対処法はこんな感じね。それでは次、ペットを飼う時の違いと MJ の場合。あの、俺と MJ の場合ってずっと置いておくのすごく嫌なんだけど。そんなの全然いいでしょ。なんなら私を讃えるべきよ。お前は何を言ってんだ。で、ペットを飼う時、確かマイクラのペットって猫とオオカミとあとなんだっけ。他にはインコとかとな。あ、あとゾンビタンもいるじゃない。マリサですら忘れてたのかしら。ゾンビがペットですか。あんたレベチのド MJ だね。さすがに怖いよ。ゾンビをペットにすることで永遠と私に殴り出てくるでしょ。しかもこの子たち可愛いのよ。ずっと私についてきてくれるのよ。こんなの大好きだからに決まってんじゃない。食いもんだと思っているのです。リードなしでついてきてくれる頭のいい子よ。脳は多分死んでますよ。ゾンビなんて。脳が死んでも私のこと思ってくれてるの。脳が私のことでいっぱいなの。もうそこまで来たらサイコパスや。ド M ちゃん最高だね。で、霊夢よ、お前は終わったのかもしれん。ショート動画で分かりきった話よ。もうド M は十分です。もうロング動画終わり。まだまだ私は物足りてないわよ。お前の意見など聞かぬ。深くは聞いてくれるってに。そんなの知らぬ。それではまた次回もド M ちゃんの違いで会いましょう。またね、ド M と S ちゃんの視聴者ちゃん。鳥肌もんです。